マカロンことマイカロンです。よーいドン。名前は笹山太陽です。年齢は26歳です。お誕生日1月7日です。嫌いな食べ物特にありません。ないんですか？ないです。健康食。健康。あ、すみません。はい。好きな食べ物もやしです。あんか。あだ名は太陽ピーですか？最近はそう、太陽ですね。太ちゃん。太ちゃん。血液型は A 型です。身長160、最近2センチになりました。今一番行きたい場所は、でも九州の方とか行きたいです、うん、なんか、うん、好きな都内の場所は？都内はね、うん、僕はあれ好きです。明治神宮、原宿の、はいはいはい、よく行きます。好きな異性の仕草は？仕草というよりかはなんかこうエクボ、笑った時にエクボ出る方好きですね。エクボフェチ的な。そうなんだ、はい、好きなお母さんの手作り料理は？ハンバーグ。おお。連絡を頻繁に取り合ってるアーティストは？マイクアローンです。使えるようになりたい能力は？今歌うまくなりたいと思います。切実な問題でした。はい。今一番会いたい芸能人？僕は EXILE の ATSUSHI さん会いたいですね。 EXILE 好きですもんね。はい、EXILE さん。はい。その芸能人としたいことは？お酒飲みたいですね。あ、お酒好きなので、お酒飲みたいです。はい。好きなコンビニは？好きなコンビニ、セブンイレブン。好きな映画は？千と千尋の神隠し。中学校の頃の印象は？真面目、不器用。休みの日の過ごし方？猫カフェに行きます。一人暮らしで良かったこと？自由があることですね。縛られないことがいいと思います。一人暮らしで困ったこと？困ったこと、あんまりないですね。ないです。ない。友達と遊ぶとしたら何をする？やっぱり飲みに行く。お酒飲みに行きます。飲みに行きますね。はい。一番好きなお酒は？ハイボール好きです。お風呂で一番先に洗うところは？顔から洗います。クレンジングします。クレンジング落として頭ですね。初キスはいつ？中3です。おわー、早い。中ですね。最近ハマっていることは？猫カフェです。何歳差までいける？9歳。好きな人に言われた一言は？好きな人に言われた一言は、自分の太陽の幸せが私の幸せだよって言われたいですね。はい。自分の性格を一言で言うと？バイタリティ。確かに。自分がなりたい人間像は？ですね、なんか優しいけどこうちゃんとまとめられる人、いろんなこう人をこう人とか物事をまとめられる人、優しい人になりたいですね。はい。いいなんですね。はい。音楽に対しての意気込みは？音楽はですね、とにかくヒット曲を出したいので、曲を書き続けて歌い続けたいと思います。はい、はい、ファンの方に一言。はい、いつもありがとうございます。笹山太陽は、活動8年目を迎えることができたので、まずはですね、10周年に向けてガンガン頑張っていきたいと思いますし、マイクアローンこれからでかくしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上の新メンバーの笹山太陽さんの33の質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。これ今おまけなの？うん。